今回の動画は、ワンクリックでメモリ解放ができる無料ツールをご紹介します。で、まあ、こちらのツールですね。まあ、ちょっと正式な読み方ごめんなさい。ちょっと私もよくわからないんですけど、この MEM プラスっていうやつですかね。で、こちらのね、ダウンロードのサイトの URL は、また動画の下の説明欄の方に入れておくので、まあ、動画見て気になった方は、URL クリックして、こちらのサイトに来てください。 で、まパソコンの動きがね、ちょっと重たいなぁなんていう時にですね、まそれをですね、解消する一つの手段としてメモリー解放っていうやり方があるんですけども、ま通常はですね、まちょっとね、ま若干ね、こう手順を踏んでね、やらないといけないものなんですけども、まこちらのツールを使うとですね、本当に簡単にワンクリックだけでメモリー解放することができてね、ま非常に便利なツールになります。で、まダウンロードの方はですね、こちらのサイトに来てもらって、まこの画面のちょっと下の方のこのダウンロードインストーラーっていうところですかね、まこちらをクリックしてもらって、まずはダウンロードをしてください。 はい。で、ダウンロードが完了すると、この Exe ファイルでね、これがダウンロードされますんで、まあ、このインストールの仕方はそんなに難しいことないんでね、この Exe ファイルをダブルクリックしてインストールをしてください。 はい。えー、ツールの方を立ち上げるとね、こういった画面になります。で、英語のツールになりますけどね、まあ、使い方はそんなに難しいことはないです。で、今これ見てもらって、このメーターの形で出てますけども、まあ、こちらのパソコンで言うと大体今59%、まあ、60%前後ぐらいのメモリを使っている状態になります。で、メモリを開放したいときはですね、こちらの右下の方にあるこのクリーンメモリというところですね、こちらのボタンをクリックします。 はい。で、解放の方が終わるとね、この画面が出て、今こちらで言うとですね、まあ、552.36メガのね、メモリが解放できましたということで、まあ、こちらで OK をします。そうするとね、こちら先ほどね、メモリ解放前は60%ぐらいの使用率でしたけど、今はまあ46%前後ぐらいに落ち着いてるということで、まあこれをやるだけでもですね、このね、ねパソコンのソフトがね、少し早くなったりすると思いますんで、まあちょっとね、パソコンが最近重いなっていう感じている方はですね、まあこちらのツール試してみてもらってもいいかなと思います。 それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。